球春到来、県出身選手が多く所属している福岡ソフトバンクホークス、こちらの球場でキャンプが行われていまして、多くのファンが駆けつけています。5人の県出身選手が所属する福岡ソフトバンクホークス、新たに就任した小久保裕紀監督のもと、4年ぶりのリーグ優勝と日本一奪還を目指します。やっぱりすごく悔しいシーズンだったので、そこは今年こそはという思いでやってます。はい、甲斐拓也選手は去年 WBC 日本代表として世界一に輝きますが、ペナントレースでは3位に終わる悔しいシーズンとなりました。自分がね、いい結果を残せればやっぱチームも勝てる試合が多いとは思うので、そこはキャリアハイを目指しながらやっていきたいなと思ってます。今年で33歳、ベテランの域に達した今宮健太選手はこのキャンプに危機感を持って臨んでいます。本当にレギュラーが誰になるかわからない状況なんで、気持ちを強く持って、もう一花咲かせられるように、頑張っていきたいなと思っています。2年間務めた選手会長の重圧からも外れ、レギュラーの座を守り抜くべく自分のプレーに集中します。同じ大分県の川瀬に負けないように、頑張ってます。その今宮選手を脅かす存在に成長した川瀬光選手、昨シーズンは自己最多の102試合に出場しました。周りからはゼロが1個消えたっていうだけになっちゃってて、今シーズン背番号が00から0に変わり、気持ちも新たにレギュラー取りを目指します。今宮さんはもちろんなんですけど、全員の内野手に負けないように頑張りたいなと思います。昨シーズンの悔しさを胸に王座奪還を目指す県出身の選手たちから、ふるさとのファンに熱いメッセージです。地元大分に、少しでもいい報告ができるようにまた頑張っていきます。レギュラー目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。大分愛っていうのはすごくありますし、皆さんに勇気、感動、そういったものをプレーで与えられたなというふうに思いますので、頑張りたいなと思います。